昨日のスマックダウンの様子がちらほら YouTube の方に出始めてますね。で、アレクサ・ブリスは、まあ、これ、おそらくその月曜日の方に出てたんでしょうけど、金曜日の方に戻ってきた、スマックダウンの方に戻ってきたっていう意味だったと思います。ニッキークロスが先に戻ってたのかちょっと分かんないですけど、まあ、それで、マンデローズと、ソニア・デビルですかね。あ、ソーニャかな。このデビルっていうのは、ミックスマーシャルアーツやってたみたいですけどね。総合格闘技系っていうか、総合格闘技からプロレスの方に来てしまった人っていうか。で、まあ、このタッグチームが、まあ、構想を始めたのかなというところですね。だから、マンデローズが、また、アレクサ・ブリスと構想することで、よく出てくるのかなと思いますよね。で、ベイリーは、まあ、短い試合をこなして、で、まあ、種明かししてしまうと、まあ、例えば月曜日のマンデローが、この間は何だったっけ、ベッキー・リンチと2対1でしたよね、歌舞伎ウォリアーズとね、歌舞伎ウォリアーズで複数形ですけど、で、その先週がそのシャーロット・フレアだったわけです。で、3週間前がシングルマッチですね、シングルマッチにカイリー・スインがやってきてしまって、そこでドッキリですね、ミスと霧を放ったっていうところぐらいから始まってる。で、まあ、どうも明日日曜日に TLC、 テーブルラダーですね、ラダーっていうのははしごのことだと思うんですが、テーブルラダーチェアマッチっていう、まあ、狂気マッチなんだけど、まあ、それが多分ペーパービューかスクリーミングであるんだろうと思います。だから、テレビマッチですね、月曜日のテレビで3週間ぐらいにわたって前振りがあって、で、やっとその TLC に結びつけるっていうような、まあ、演出なんですけどね。どうかな、どうなのかなとは思ってしまうんだけど、ただ、まあ、ずっと話してるように、そのプロレスというジャンルが、まあ、僕はなくなったと思ってますよね。今の新日本っていうのは、なんかルチャリブレみたいな、で、なんかある選手は人形相手にプロレスしてしまう。まあ、それはそれでいいんだけれども、ただ、アスカの見せるプロレスっていうのは、昭和のプロレスっていうかですね、まあ、アントニオ猪木とかね、その UWF が、カムバックサーモンで帰ってきたりとか、あの頃のサブミッションとかも使ってるので、アスカロックっていうのはチキンウィングフェイスロックですよね、要するにね。で、それがまた、他の選手たち、ベッキー・リンチとかシャーロット・フレアを刺激して、プロレスらしい環境になってるのかなとは思います。で、特に NXT なんていうのは、インディーの雰囲気があるでしょうから、まあ、そんなところですね。ですから、月曜日の方は、歌舞伎ウォリアーズと、あと2人ですね、ベッキー・リンチとシャーロット・フレアで、この辺りがもう、ドル箱なんでしょうけど、で、金曜日の方は、まあ、ベリーがチャンピオンで、サーシャ・バンクス、多分ね、サーシャ・バンクスと、レイス・エバンスもどっかで試合やってると思うんですよ、アスカの発言だと、週に4日試合があるみたいなんで、だから、テレビ以外でやってるはずなんですけど、ですから、アレクサ、マンデローズ、ソーニャ・デビルかな、このあたりが、ベイリーに挑戦するというようなアングル、
かなとは思いますね、スマクダウンの方はね、うん、ですから、まあ、とりあえず今度の月曜日はその日曜日の結果を受けての新しいそのアングルが出てくるはずなので、また様子見ていきたいと思います。はい、以上です。さようなら。